小松美香子は、日本の声優、女優、歌手。三重県桑名市出身。平田オフィス所属。所属レコードレーベルは、トイズファクトリー。代表作には、ヘロマン、シングル、ブラックホーリー、猛烈宇宙海賊、ガンダムビルドファイターズなどがある。2003年に、日本放送、藤井隆のオールナイト日本ルの1コーナーで、オーディションが行われ合格。 あとにアイドルグループ、妹のメンバーの一人、ミカコとしてデビュー。2007年9月に妹を脱退。2009年11月より、事務所を平田オフィスに移籍し女優などで活動。2010年4月、テレビアニメ、ヘロマンでヒーローマンと行動を共にする主人公、上位役として声優活動を開始。2012年4月25日、スター・チャイルドから、 シングル、ブラックホーリーで歌手デビュー、同曲は、テレビアニメ、猛烈宇宙海賊のイメージソングとなっており、エンディングとしても何度か使われていた。同年11月7日、セカンドシングル、冷たい部屋、カズと下しの果実をリリースした。冷たい部屋、一人は、テレビアニメ、K の ED テーマで、スター・チャイルドの先輩である、アンジェラ・プロデュース作である。 2013年11月10日、自身で作詞作曲編曲をしたエメラルドの丘を越えてお披露した。また、16最強への入信を表明。同年11月11日、16最強入信。スウィートシックスティーンに。2014年8月25日、憧れの倉木舞と、リッスンライブ4ライフにて対面を果たす。2015年2月14日。 この日放送された、あたしの音楽にて、クラキマイと、トゥナイト、アイフィール・クローズ・トゥー・ユーを歌い、デュエット共演を果たした。同年9月29日、2010年より、パーソナリティを務めていた、A&G ネクスト・ジェネレーション・レディ・ゴーの放送が終了した。2016年7月19日、所属レーベルをトイズ・ファクトリーに移籍し、 9ヘルツの全面プロデュースを受けることを発表。2020年5月12日、声優の前の友明と結婚したことを事務所公式サイトで発表。趣味は映画鑑賞、歌。特技は5歳頃からやっているマリンバ。暁中学校、高等学校に在学していたが、その後日で高等学校に転校。大妻女子大学卒業。美香子という名は、 1988年、ソウルオリンピックの時、当時3歳の兄が、アーティスティックスイミングの大谷美香子選手を、美香子、美香子、と応援していたところ、母親のお腹の中にいた当人が暴れ出したことから、未来、未知数の可能性という意味を込めて付けられた。後に、リッスンライブ4ライフの月曜 MC 就任後の初回放送において、 お谷美加子本人から記念のボイスメッセージが届いた。愛称の美加子氏は大学の友人にアニメ好きであることを話したところ、オタクとみなされ、オタクへの継承として、死をつけて美加子氏と呼ばれたのが起こりで、そこから転じて美加子氏と呼ばれるようになったものである。他の呼び名として、同じ事務所の尾み川千秋には、こまみ、日高小松の天使になれるもんで、 ペアの日高里奈からは、コマミン、猛烈宇宙海賊関係の佐藤達夫監督や、花澤香菜からは、コマちゃん、宇都宮隆の20マイルズの宇都宮隆からは、ミカちゃんなどと呼ばれている。なお、当人のツイッターログや番組へのファン投稿などに影響され、ミカコ氏を並行して使われるようになったケースも多い。子供の頃に見た、名探偵コナンに大きな影響を受け、 以来アニメが好きでよく見ていた。また同作で主題歌を歌っていた倉木舞のファンで倉木に憧れたことが芸能界入りのきっかけである。一人からオケでは倉木祭りを開催したりする。実家の壁には倉木舞のポスターが何枚も貼ってあるという。2014年8月には自身がパーソナリティを務めるリッスンライブ4ライフで倉木がゲストという立場で共演を 果たし、2015年2月には、富士テレビネクストの番組、あたしの音楽で共演を果たしている。2018年には、自身が、ヒロイン役を演じた、つくもが、ミカシマスの、エンディングテーマであるクラキの楽曲、今宵は夢を見させてのメガボルトに出演している。クラキ同様に、名探偵、コナンの主題歌を多く手掛けた、ガーネット・クロウの楽曲も好きであると自身のツイッターで、 発言している。また、よく知っている、斉藤彩香が、桜蘭高校ホスト部のアニメに出演しているのを見て、声優を仕事として意識した。地声が低いため自分の声が好きになれないでいたが、芝居の練習で先生から、少年っぽいと励まされ安心したという。デビュー作である、ヘロマンは、男の子役だったこともあり、自分でも納得していたが、 猛烈宇宙海賊の加藤真理子は女の子ということもあり、自分の声になれないでいたが、監督からハンサムな女子と評されたことに喜んだことを明かしている。憧れている声優として、堀江優坂本真綾、海田イ子の名を挙げている。ブラックホーリー発売記念フリーイベントさあ、サンシャインの時間だ。では、裸足で生歌を披露した。歌っているうちに、 会場のファンの熱気で熱くなってしまい、帽子、上着、ブーツの順で脱ぎ、最終的に裸足で歌ったというもの。2014年5月には、出身地である、桑名市の桑名市東京 PR 事務局新設記者説明会に、桑名市長などと共に出席した。楽曲制作には、ガージバンドを活用している。太字は、メインキャラクター。映画、ドラマ、アニメは、インターネット配信。 限定シングルオリジナルアルバムミニアルバム限定、アルバム2012年。ありがとうございます。